過去2番です。えー、もう誘導起電力求まったんですが、それ、金属の赤の自由電子に働くローレンツ力によって説明しようじゃねえかという風に展開してきました。これ、教科書載ってますよね。教科書では、 えー、独立した棒で、まあこうやって回路中になくってさ、独立した棒の中でちょっと電子に注目したって、ちょっと誘導起電力求めてみるっていうのが載ってますよね。これ全く一緒です。これ今回路中にありますけれども、定常状態、落ち着いた状態になってますので、速さ V 一定やから。うん、あの教科書と丸々一緒ですよ。えー あこれはちょっとできないと、やばいっすよ。やばいっすよ。えー、マイナスイクーロンというふうに与えられていて、まず、えー、磁場からどんな大きさでどんな向きのローレンツ力を受けるんですか。ね、まあ、これは朝飯前でございますな。えー、絵描いときました。簡単にね。ごめん、ちょっと書きやすいように棒をぶっとくしておりますが、えー、ご理解ください。ね、どうでもいいですが。はい。で、注目しましょう。 棒と一緒に動きますから、もちろん、この方向に V を得るわけですよね。で、次回 B。まあ、正確には時速密度ですが、時速密度 B がこちら向きにかかっている。僕は右ネジ使いますので、V、B、あ、V、B。これがローレンツ力の向きですが、この場合、そう、電子、マイナスの電気ですから、ローレンツ力の向きは逆。 これあの、さっきやっとったのは、起電力の性の向き、高電位の方を求めた。これはもう今、普通に、ローレンツ力の向き求めてるだけよ。V、B、マイナスやから、向きは逆。ということで、ローレンツ力が上向きだとわかり、A、ローレンツ力 F イコール QVB という風に皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。ということで、この場合、E ですね。E、V、B。 ね。これ、ローレンツ力ですよ。ローレンツ力。ね。が、この方向にかかってくるよ。ということで、えっ、ー、と、13番はもうそのまんま答えたらいいんですね。えー、ということで、13番の答えが8にいますね。これですね。うん。13番の答えは、もういい答え。あるしな。<laughs> 8番で、えー、14番、向きですね。この向きということで、14番。 p から q の向きっていうのを選んだいいんでえー、と答えは1番ということですあまあいいかこれであのフレミング使う方はフレミング使ってくださいよ僕使わないんでねごめんなさいね一応やとっかえっ、ー、とまあプラスの電気のつもりでやろうか電磁、えー、力が下になりますがマイナスの電気なんで向きは逆だから上ですね えー、フレミングはね、骨折しそうになるんでね、痛い痛い痛い,痛い <laughs> なりませんか皆さんね、えー。マイナスだから逆で、こうやって皆さんはやるのかな。えー、僕は、あなんかこうやってあ、マイナスだから逆というふうにやりますが、まあ、好きなようにやってください。さあ、続き15です。この後ですね。えー、P9 間には、この結果ですね、電波 E が生じる。電波 E、電解 E というふうに言いますね。何ですか大丈夫ですよねー。 このローレンツ力によってですね、結局、これで言ったら、Q 側に、P 側、マイナスがあっち行っちゃいますから、プラスに偏ることになって、それで結局 PQ に、起電力が発生するわけでしょ。で、こっちがプラス、こっちがマイナスの状態になりますから、この棒の中身ですね、に電波ができると。 プラスからマイナスの向きですから、向きで言うなら、この方向ですね。P から Q の方向に電波 E ができることになってきます。皆さん大丈夫この流れは大丈夫ですかローレンツ力を受ける、偏る、傾くって感じでね。電波ってほら、電気の世界で言ったら傾きのイメージじゃないですか。でしょ結果、傾く。傾いたら傾いたで、こいつは電気ですから、 そうですよね、皆さん。静電気力を結果受けることになるやん。で、その静電気力とローレンツ力が釣り合うんですよね。なんで、定常状態にあるわけだから。でしょということは図で書いてあげるとどうかって言ったら、はい、この電子ちゃんが電波から受ける静電気力は、もちろん、こっちゃ向きですね。 プラスやったら上向きですが、今マイナスですから、当然下向きになってきます。その大きさは、大丈夫だね。まあ、公式っていうほどの一、えー、1空論やったらいいですが、E 空論やったらいいですよね。ということは、E、E という静電気力。こっちは静電気力ね。まあ、空論力というふうに訴えてでもいいですが、書かんでいいですか <laughs> もう書いちゃったから。 で、定常状態になっているときは、これらが、釣り合って落ち着くんですよ、ということになってくるわけですね。ということで、えっ、ー、と、15番。もう力の釣り合いよりとか、簡単なので書かないですね。えっ、ー、と、EE、e、イコール、ローレンツ力 EVB と。 ということで、えー、とここの15自体は電波 E の大きさを聞かれていますので E イコール VB ですよというのを選んであげればよいということで VB と書いてるのは2番ですかが答えになると。でその後の11のところやねんけど11はもう答え出してやん。いや今日なんかこう文章あるねあるね。 あの、こうやって、まだ本番前で勉強してるときは、まあこういうところもちゃんと読みね。これにより、p 級間に生じる誘導起電力の大きさは、もう求めた。まあこうしてズバッと変えちゃったけど、VBL となることが理解できるとありますが、なんで電波 E が分かったら、電位差 V が分かるんですか大丈夫ですか チラッと言いましたけど電波 E っていうのは傾きのイメージじゃないですかで今ここ長さが L ですよね L ですよね別にこれは書く必要はないですよ傾き E の世界があってここの長さが L ですよって言われたでここに生じた高さの差が V なわけですよねあ、うん、じゃあ E は L 分の V ですよね逆にこの V から言ったら V は E×L ですよね ですよね。V イコール e かける l これに L をかけてあげると VBL となってきます。という流れで、ローレンツ力で解説したかった。まあ、あの、解析したかったって言った方がいいかな。この問題。括弧の2番はね。 ですから、ま、本番わざわざ別にしなくていいですよ。えっ、ー、と、電波 E と言ったら傾きで長さ L だから EL で VBL。うーん、そうだったねとかね。えー、考えてる時間はないですから、別にいいんですが。ま、あ教科書に載ってることなんで大丈夫だったと思いますが、ちゃんと確認をしておいてください。